チャプター1エイジウルフ・オブ・ナインス・アベニュー。これがデジタルワールド。声もない。エイジの表現力では言い表せなかった。陳腐な表現だが、 SF 映画の世界、外惑星に建設されたコロニー型都市とでも言えばそれっぽいだろうか。この空はネットワークの海、街は小高い山を覆うように建物が密集しており、山頂から放射状に広がっている。建物は電輪区や中東のような最新の計画都市を思わせるものから、スラムのバラックまで高さも質も落差が激しい。一方、町の外、周辺には何もない。意味のあるものは何もないように見えた。さながらノイズの境、砂とガスと雲に覆われた。あるのはごく希薄なクズデータの流れだけだった。意外。なんて言うんだっけ、こういうの。サイバーパンク？こっち寄りなんだな。どういう意味だ？ルガモンがエイジに問い返す。いや、デジタルワールドって勝手に大自然のイメージだったから。 DDL のロビーで見たデジタルワールドの映像は、あれはAI による想像図らしいが、四季折々の美しい自然を連想させるものだった。ここはウォールスラムと呼ばれている。ルガモンが言った。ウォールスラム？デジタルワールドを守るセキュリティウォール、その外壁にへばりついたジャンクデータの吹き溜まりの街だ。セキュリティウォール？これも初めて聞く言葉だった。よく見ろ、この街。ウォールスラムが乗っかっている地面、丸いだろ。ああ、うん。遠くを見やると、確かに空であるネットワークの海とセキュリティウォールの殻とを隔てる地平線は丸い。例えば飛行機から地球を見下ろした時よりもはっきりと。デジタルワールドはざっくばらんに言うと、セキュリティウォールという殻の中にあって守られている。ここは卵の殻の上にへばりついた街だ。内部あって、この地面の下か。地球で言えば地下ということになるが、ここはデジタルの世界だ。互いに分割、保護された領域。セキュリティウォールという防壁、すなわちここから見える地面が、リアルワールドとデジタルワールドのデータ処理、論理、概念上の境界を成しているということ。お前ら人間のリアルワールドからネットワークを介してデジタルワールドに行こうとすれば、セキュリティウォールに阻まれるということさ。待って、じゃあ俺たちクラッカーがデジモンをツールで走らせていたのは、デジタルワールドだと思っていたのは、このウォールスラムだけだったのか。そうだ、クラッカーが使うデジモンはこのウォールスラムをちょろちょろしているだけだ。大多数のクラッカーはマインドリンクもしていないし、この景色を見ることさえないだろう。ルガモンの答えにエイジは言葉を失った。例えばエイジのティラノモンたちも、このウォールスラムのどこかでもどきベタモンを追い回していたのか。セキュリティウォール、この壁を越えて向こう側デジタルワールドに行ったり観測した人は？人間か？いないんじゃねえの？というか
流泉寺の研究目的がそれだろ。前人未到。いまだにこのウォールスラムを例外としてデジタルワールドを訪れた人間はいないらしい。壁の向こう、いわば真相のデジタルワールド。とにかくネットワークの海の底のありさまをマインドリンクによってルガモンの視覚を借りてみたとき、エイジの中でデジタルワールドについてのすべての知識と先入観はひっくり返された。これは国際社会の首脳部がデジタルワールドのことを人類の秘密に伏せた気持ちもわかるというものだ。このデジタルの世界はリアルの世界と人類に何をしでかすかわからない。デジモンは生きている。そして生命を宿している世界はどこであろうと意味不明なほどのエネルギーが充満しているのだ。さて、ルガモンが一息ついた。視界、精神データをデジコアと融合、思考する視点のみの存在となったエイジの意識の目の前にヘッドアップの仮想モニターが現れた。さながら最新の戦闘機のコックピット、ロボットアニメの操縦席といったところか。どうしたの、ルガモン。エイジ、お前、なんでお前がここに来たのか覚えてるか。ああ、悪かった。お前は残念なクラッカーだったな。仮想モニタにファイルが表示された。狼作戦。あっ、サンズオブケイオス SOC の仕事だ。共有されたブリーフィング資料が表示された。資料によればちょうどこの座標で SOC の現地メンバーに詳しい任務の説明を受けることになっていた。2分遅刻だ。ボロ布をまとって身を隠した何者か。デジモンがビル屋上のアンテナ施設からエイジたちを見下ろしていた。仮想モニタにデータは表示されない。サーチを拒否していた。サイズはルガモンと同じくらいということしかわからない。遅刻？作戦資料にあった待ち合わせ時刻を確かに2分過ぎていた。リーダータルタロスは時間に厳しい。トラブルだ、細けえことはいいだろう。ルガモンが言い返した。まあ、ルガモン。エイジが口を挟む。なんだエイジ、うお。ルガモンがちょっとびっくりした。いつの間にかエイジが隣に立っていたからだ。おほう、できんじゃん。エイジは自分の両の手のひらを見て手足を動かしてみる。服は着ていたものと同じだ。エイジ、何を、いきなり出てきてんだお前は。いや、マインドリンクすると考えただけで仮想モニターでいろいろ操作できるじゃん。そしたらホロライズのコマンドがあってさ、もしかしてデジタルワールドなら俺がホロライズできるんじゃないかって試してみたんだ。そしたらできた。怖いとか不具合が起きたらどうしようとかは考えないわけだな。はぁ、適度にバカ、いや勇気があっていいな。ルガモンは深く考えるのをやめたようだ。エイジは手を伸ばしてルガモンの額を撫でた。あれ、もふっと。俺のデコに触るんじゃねえ。ルガモンは牙を剥いた。ああごめん。でもなんで触れるんだ、ホロライズなのに。触ったエイジの方がびっくりしてしまう。ルガモンは頭を猫みたいに前足でこすった。リアルワールドでデジモンがホロライズすれば
そりゃただのデータだが、デジタルワールドでホロライズしたら、データはこっちの世界では実体だ。おお、ガチホロライズ。エイジは感覚的に納得した。一応言っておくと、マインドリンクしたデジモン、つまり俺からあまり離れることはできないはず。まあ何でもいいさ、やりやすければ。ルガモンの隣に等身大で立ったエイジは改めてボロ布デジモンに向き合った。改めてクラッカーファングだ。エイジじゃないんだ。ボロ布デジモンから冷静なツッコミが入った。細かいことはいいんだよ。で、仕事は？面接官の人にもらった資料だと、ここで細かいことを聞くことになってるんだけど。その面接官も言ってたはずだが、この依頼はテストだ。クラッカー、ファング、君を SOC に迎え入れるかを決めるための。今のところ遅刻で減点に。ボロ布デジモンの上に仮想モニターが開いた。ウォールスラムのざっくりした地図が表示される。街はほぼ円形、ピザをいびつに切ったように街区が分けられていた。中心部はせり上がって火山の火口みたいな空白地帯になっている。ここは6番街。さっき中中門が言っていた。依頼したいのはこの色で塗られたエリア。ここの調査とマッピングだ。知っていると思うが、ウォールスラムは再開発が盛んでね。常にリアルワールドからの情報が流れ込むこの場所は、一日として全てが同じということはありえないのだという。マッピング、地図作りのバイトか、面白そう。ウォールスラムはSOC の重要なしのぎだ。マップデータは常に最新にしておきたい。ボロ布はメモリーカード型のファイルを投げてよこした。エイジが受け取る。エイジの手元の仮想モニタにコード行が表示された。マッピングツールだな。ルガモンは秒もかからず中身を理解した。このあたりはさすがデジモンだ。そのツールを実行しながら現地を歩くだけでオートマッピングされる。調査してほしいのは9番街。中でもこの空牢城か。ルガモンが笑った。ちょうどいい。え？というと？俺も野暮用があったところだ。ルガモンがくるっと向きを変えた。ルガモン、もういいのか？説明とか。エイジは慌てて後を追った。そんな二人をボロ布デジモンは静かに見送る。合格を祈る。タルタロスのために、君を SOC の仲間と呼べる日が来ることを。